しいつゆで伸ばしてあったね金沢カレーの方に直接かかってる。そしてね、この金沢カレーなんですけど、まあ普通の金沢カレーって言うんでしょう。今後カレーが黒すぎるだけなんで、まあ、普通の金沢カレーちょっと濃いくらいですかね。いただきます。米沢泉のフィールファイン TV です。おはようございます。昨晩職場のまた愉快な情緒を他と飲んでしまい、まあ23時前には解散したんですけど、5時間睡眠でなんとか起き出しまして、その昨晩飲み会の間に中座して恵比寿駅の MV で買ったこちら大人の休日クラブ北陸フリーキップで今日明日と金沢カレー巡りおよびいつものルーティーン回ってまいります。快速線でまずは東京へ。はい、というわけで余裕持ちつつのギリギリの乗り継ぎより一本前ですかね、総武快速線錦糸町駅から総武快速線東京行き終点まで全ての駅に停車です。まあもうこの快速っていうのは速く走るっていうよりも種別というか路線の種別を表してますからね。こっから先は観光船いかんので、ね、何のこっちゃ。はい、塗りましょう。はい、東京行き入しましょう。よし、はい、無事入場できましたね。輝き521号22番線です。はい、もう来てますね。輝き521号です。あれなんですよね、昨日急遽ね、昼休みに指定席取って、まあ、夜の飲み会の途中に恵比寿駅で発見したんですけど、ほぼ満席でしたね、昨日の昼の時点で。よって今日も C ですっていうね、微妙な席で。あとですね、今日はもうカレー死ぬほど食べるのに、死ぬほどでもないけど、ちょっと多めに食べるので、いつも使う音級ニューデイズ、キオスクニューデイズ 10% 引き特典使いません。まあゴゴティの無糖もね、ペットボトルこのままだと劣化するんで持ってきたんで、ね、1.5 リットル飲みさせようね。コーヒーすら買わなくていい、そんな感じでございます。はい、長くなって全車指定席なのに、ホントコンドルのやっぱ北陸新幹線が一番回復してるみたいですからね。やっぱり東京から行く人がほとんどってことなんだよこれね。 GoTo の後急に増えた、それまでガラガラっていう、それが東北じゃない北陸新幹線ですということです。お待たせいたしました。20番車列車を8時間目の輝き521号金沢駅です。全部の車両が指定席です。入線がございません。また発車3分前にドア開き、もうこれが東北上越系新幹線のもう特徴ですね。駅ネットで予約したらまずにこの2号車案内されるんで、実際ここが一番密なんですよ。臨時列車な、知らないという乗車方、はい、こちらです。東京出ますと上野、大宮、はい、だいぶゆっくり降りましたね。終点
金沢に、まあもちろん富山でね、そこを降りましたけど、名古屋なんか長野でもほとんど降りなくてですね、まあ混んだままと、ということでございました。はい、車内でいろいろ組合のね、作業したりしましたよ。さあでもう今日はほとんど乗り鉄もなくですね、これから金沢カレーの変化球最初に行きたいと思います。もう降りるのだけでも一苦労でしたよ。この人並みですからね、まだまだね。ということでですね、ついている友人会社で、お持ち帰り希望したところ、なんと穴開けだけっていうね。確かにこれでもう自動改札は通せないし、目視でも使用済みは分かるんですけど、言いの可能性なくて確か内規に反してんじゃないかな。ユーザーとしてはありがたくいただきます。はい、というわけで、ちょっと天気悪いんですけどね、ちゃんと折りたたみを持ってるので、これから金沢カレー巡り行ってみたいと思います。高級ワニ川製ですね。金沢駅から1.1km 歩いてきて、ちょっと雨、小雨降ってきましたけど、そのまま歩きました。はい、こちら、大黒屋さん。あれですね、金沢カレーの直接の先祖4つのうちの1個の系統のです。はい、到着しました。うどん亭大黒屋さんのビーフカレーうどん800円。カツカレーライス1000円ミニサラダ付きです。さあ、どこから食べましょうかね。まあ、うどんだよね。はい、うどんはですね、普通の麺と細麺と選べますね。腰のある方で太麺の方で選ばせていただきました。ここはね、だしつゆで伸ばしてるんだね、金沢カレーの方に直接かかってる。そしてね、この金沢カレーなんですけど、まあ普通の金沢カレーなんでしょう。今後カレーが黒すぎるだけなんで、まあ、普通の金沢カレーちょっと濃いくらいですかね。いただきます。甘みが強いですね。甘みが強くて、デミと野菜の甘みがものすごくよく出てます。コクはそれを後ろにちょっとね、控えめな感じである感じです。大変美味しい。あと牛の出汁も出てますよ。大変美味しいですね。ではチーズでカレーライスをね、ちゃんとスプーンが包まれてたので最高ですね。そしてこちらのカレー、はい、あ、カツの上がりは昭和の食堂のぐらいですかね。はい、しっかり上がり、あ、でも昭和の食堂よりはちょっとほんのりかな。はい、そして上にソースがかかっているのが泣かせます。まずはカレーを、まあ、もう味わったから同じカレーなんだ。はい、もちろん同じ感想ですけど、やっぱりあれだね、ご飯と一緒に食べると、まあ、うどんに比べるともっちり感が出ると思うんですが、そう、カレーソースがね、大変美味しいですね。これ気に入りました。もうカレーではない、はい、すいません。あ、冷たい方がいいかな。大丈夫です。はい、食べる？はい、大丈夫です。はい、というわけで、この酸味強めの、ね、ソースが何かって泣かせますね。うまい。でかい肉ビーフカレーのこれ食べてなかったね。うどんにバッチリ入ってうまいですね。はい、うん、筋ですよ、柔らかい筋、うまい、うん、うまそう。いい、はい、まあ雨の中、さすがにもう傘差しましたけどね、大黒屋さんから、2キロ歩いてまいりました。ここね、あの観光のメインストリートなんですけど、今日雨なんでほとんど来てます。さあ、ということでこちら井筒屋さんですね。井筒屋さん、こちら大黒屋、食堂さんから、ここはもう明治時代からの老舗、100年歴史あるんですけど、金沢カレーの4源流のうちの一つ、大黒屋食堂さんで、学んだカレーを
こちらに持ち込んだということで、50年ぐらいもから出してるということでね、ちょっとアリューということに、あの金沢カレーとしてはちょっと異端になるかもしれませんが、こちらいただいてみましょう。はい、やってまいりました。井筒屋さんのカツカレー900円です、多少ルーがサラサラしてるじゃん。カレーさん、あ、先カレーですね。はい、いただいてみましょう。あ、そんなことないです、ちゃんと全体ありますね。さっきの大黒屋さんよりちょっと若干黒い感じ、黒目の黒ですね。あ、はい、コク、苦味が増えました。でもベースはやっぱり大黒屋さんに近いですね。なるほど。そしてカツ、あ、カツも大黒屋さんと同じですね。はい、あくかく、あ、そうだって、はい、しっかり上がってます。そしてこれ、はい、これねっとりしてますけど、ソースですね、いわゆるね、なんかソース、本当に酸っぱい、いい、うまい。しっかり感想からですございますね。いただいてもらいましょう。はい、井筒屋さんのおかずカレー6分完食でした。ね、最後キャベツをちゃんと混ぜて食べて、ただでさえ少ない、ね、ゆるい麺とさらに柔らかくなりました。もちろん普通だとちゃんとご飯にねっとり絡みます。ちょうどいい粘土でしたね。やっぱり55よりもだいぶ複雑な味はやっぱりさっきのね、大黒屋さんとちょっと違いますが、ここよりは美味しいでしょう。当たり前のこと言ってすいません。ごちそうさまでした。はい、井筒屋食堂さん出まして、2キロ弱。本当はこの後ですね、もう1軒3店目金沢から行く予定でしたが、もうすでに3食分食べてですね、結構夜に危ないのではないかということで、急遽判断を変えまして、今この近江町市場を歩いて、雨かなり本降りでびしょ濡れです。まあ、いや、風は差してるんですけどね。はい、ということで。まあ、このまま行くとカレーのチャンピオンありますけど、もちろんカレーのチャンピオン何回も食べてるんで、そこで食べたら、なんで道を変えたのかわかんないんで、それはすいません。まあ、ただですね、ちょっと休みたいと思いますね。時間の余裕がありますので。はい、近江町市場の建屋、ね、ビルの地下1階。まあ、カレーのチャンピオンだけどね、食べませんで、こちら一人用のテーブル1個空いてましたので、こちらで少しちょっと肩も痛い、腰は痛くないです、ラッキーですが、重い肩が、荷物で肩痛い、パソコン2台は重い、ちょっと休憩したいと思います。ゲームやろう。はい、近江町広場館、から広場地下からね、地下道、地下高速線を渡りまして、石路歩いて金沢駅に戻ってきました。左側にうんこ未満なオブジェが映ってますが、まあ、正面もねダメなオブジェだと思いますけど、まあ左側のは爆破していいやつでしょうね。はい、ファシスト鮮明です、当然のことです。まあ、それはそれとして、今からですね、微妙に新幹線乗っての方が遅いということで、普通に IR 愛の風行きたいと思います。はい、というわけで在来線改札金沢駅、ただ今からこちら通して乗ってまいりましょう。帰り系のように見えますが、フリー区間もこれで乗れます。はい、入居されました。さあ、ということで6番線から富山行きだそうです。まだ余裕があるのでエスカレーターで楽車。はい、金沢駅6番線ホームからIR 石川鉄道、大事なことは二度言いました。富山駅、あ、IR 車ですかね。そうですね。IR 石川鉄道、石川レールウェイ石川鉄道、二度言いました。から、愛の風富山鉄道、キラキラで、直通ですね。
この前取り上げた他国イヤブナミキですね。名前の由来がインチキではないかという説が濃厚な駅名です。お酒飲んだ。はい、高岡駅で降りて本日の移動おしまいですね。そしてベルモンタカナで止まってますね。はい、まあそんなわけで本日の移動早くもおしまい。今日は3月にも泊まりました。3月ね、富山市鉄の南北線開通、あの時に泊まりました、ビジョ。今日は GoTo トラベルで泊まります。はい、高岡駅南口すぐのこちら、半年ぶりですかね、ホテルチェックインしてまいりましょう。はい、前回はすごい高いところでしたけどね、今回4階の部屋ということで、チェックインしました。前からの狭さですけどね、これで例によって、ね、クーポン出ましたので、3000円じゃなくて2000円切っておりますね、この1000円使い切ったとして2000円切っております。そんな感じでまずちょっとですね、一風呂浴びたいと思いますね。はい、ちょっと遅刻になりましたけどね、高岡駅南口のビジホ出まして、まああれですね、ゲームやってお風呂、バスタブに湯張ってお風呂入って、動画の編集ちょっとだけやって全然終わんないですけどね。まあそんな感じで出てきた次第です。配信効果音になりました。そして単線の路面電車区間、万葉線の路面電車があそこに見えるよ。そんなのを通り過ごしつつ、あれ電気が消えてるのはなぜ、まだつけ忘れてるだけじゃないかな、3時から営業だからね、必ず明るい時から営業だね。ということで富山県に来たら居酒屋たくまさテンプレートです。生ですね。今日はなめこおろしですね。原木栽培じゃないかなこれ。うまし。味の濃いですね。はい、そしてクイックメニューカニスですね。ここでカニ食べるのが初めてじゃないかな。たっぷり。うまい。カニの味がします。まだでもいいかね。手堅く美味しいです。はい、本日も高松さんで高岡市の地酒かしこまった。これね、職場の近くのね、居酒屋に入ってんだよね。ここに来て楽しみにしてたのに、職場近くで飲めるのはややがっかりですか。しかし、売れてない揚げたてです。4、5分にいただきます。はい、この昔ながらのちょっと雑味が残ってる純米酒の感じ、これがいいんだよね。これね、ガチャコンね、美味しいですね。カニストンを使うと焼いて入れれば、1枚ぐらいのでかいっていうか、お米だけできる炊飯器。幸せです。はい、高間さんでお作り盛り合わせです。さあ本日の何なんですか。塩の子。あ、東京で平間さんです。カワハギ、肝、肝がエッジ立ってる。これがね、カマスの昆布締め。さすが富山。で、マグロトロです。アオリイカ、ザス、カジキです。さあ、こんな感じです。さあ、いただきましょう。アオリイカ。全身飛ぶみたいな。
ホリカ日曜日に宮城県奈良温泉で焼いたの食べた気がしますね。土曜日です。ダメだよ、マジで。だからお前はなんで1週間前に宮城県で今の山県にいたんだ。はい、すいません2名様、はい、はい、はい、どうもいらっしゃいませ。包丁が入ってて甘みが溶けますね。うん、甘い。めちゃめちゃ甘い。あまりに甘いんで一旦切ります。うん、じゃあこちら。試合の方がね、すぐ参加するから薄く切ってこう並べたりするとあ、すぐ色変わらない。こういうことなんだ。見てますよ。よしよしやなと思って、うん、ね、遊びに見えますけどがっちり届けます。さすがとしか言いようがない。ああ、しかもちゃんと深みなじしますね。並トロです。むしろいいぞ、中トロは。という、はい、そして雑ですね。富山を代表する雑です。魚類、大きい魚類、最速のスピードで泳げるやつ、大きい肉、油乗りまくるじゃないですか。なんかやばいぐらいだった。困った。はい、そして、はい、檜山さん、塩の子ですね。富山では塩の子と言います。そうそうコリコリ、エッジ立ちまっくりのコリコリです。卵、このエッジの立った肝、やばくないですかこれ。いしてかおでん単品のね、身もエッジ立ちまくりですね。でまた眼鏡入れてください。もう嬉しいです。完璧。じゃあそして最後にさす、ザスコビチジカカマスコビチジカ。ここはね、とりうまみきました。うん、油も乗ってますね。美味しいね。溶けてます。だからね、じゃあ久しぶりに来たの。うん、あ、それおかしたら返して。少ないね。どこにいいぞ高松さん。生かき、こぼ焼き、2回目のお出汁です。前回は2年前にお出汁のようですよ。いっぱいやられてやったやつですね。出たけどいっぱいやられて、下に敷かれてんだよ。さあ、でいただきましょう。リプレイの牡蠣もうやめようと思って。まあ、いきなりで、なんか千円札邪魔、ぐちゃぐちゃな千円札ばっかりやったから、はい、全部仕込んでやれと思って、で、コクとやっとった。見て、カリカリ。夕方までトントンで遊べたからいいわ。誰も予想つく美味しさですか。甘いんだな、これが。そしてその裏が薄い昆布の味が染みてますよ。でパチンコなんてやったことないからさ。うん、まあ、今日煽りに行こうかなと思ったんですけど、とりあえずね、食パで復刻する謎の儀式、やっぱ白エビをまず食べますね。はい、どうしても赤くならない。逆に今から50年前は商業価値がないから、ね、わざわざ干したものを赤く着色料食紅で色付けて出荷してたっていう、なんのこっちゃですけど、あれか、香ばしいね。はい、お願いします。はい、
ね、本当カラオケだとね、こうリーズナブルお値段になるなんでね。お願いします。まあね、カメピのもっと小町説あって、まあ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 ね、止まりません。はい、酒に弱くなったというか、多分単なる疲労だと寝不足だと思うんですけど、高政さん2時間ちょいでチェックアウトして、本日は中生いっぱいとガチコマ4号瓶からにしておしまいでした。高松さん、GoTo トラベルクーポン対応してますけど、 GoTo トラベルクーポンと空間の併用はダメだそうで、GoTo トラベルクーポンと現金の併用はできるということで、今日は、初めて現金で支払いましたね。これまでカードだったんで。さらにですね、例の、次回生ビールまたは普通酒1杯無料、最近は、なんだっけ、ドリンク500円まで無料券、8月ね、3ヶ月前にあの黒部ダム行った時に、幽霊文字蔵、岩倉寺の蔵、の裁縫ということでね、待った時にもらった券が今使えて、最初の、中生がただで7000円ちょっとでした。ありがたいですね。まあしかし酒に弱くなったと。まあガメエビ食べてないし、アオリイカ過去3勝2敗なんですが、今日は頼みませんでした。3勝2敗と何かというと、アオリイゲソ揚げを頼むとですね、なんと運がいいと耳が入っている。耳の過去5回アオリイゲソ揚げを頼んで3回耳が入っていて2回入ってなかった、ね、ちなみに7月に頼んだ時は入ってなかった。それもできませんでした。まあでもお前もう年なんで無理は禁物ってことでいいんじゃないかな。はい、これなんかあの藤子不二雄先生の何かですね。はい、裏側から映すセバ半券大丈夫かな、そういう問題かな。こんな映り込んだものまで半券とかね、言うなよ。著作権っていうのはさ、もともとさ、中世のアーティスト、芸術家、音楽家、絵描く人、彫刻彫る人、そういう人たちはね、要するに当時の貴族、地主階級のとてもすごく中でもすごい人、そういう人に雇われて生きてたんだね。それがそのつまり産業資本主義が起こって、資本主義のような封建から資本主義に移って、その人たちに食う正当性がなくなった。代わりにできたのが著作権なんだよ。みんなそういう知識ちゃんと持ってね、勉強してね。はい、だからね、著作権自体はめちゃめちゃ正当な権利だと思うんだけど、歴史的に言うとね、権利だと思うんですけど、まあジャスラックはやりすぎ、それは間違いない。あ、しかしそれは認める権利じゃないとね、つまり芸術家の存在が潤いのある文化に必要だって、そういうことなんで、まあそれを否定する人たちが多いけどね、アメリカでも多いし日本でも多いし大阪に多いらしいけどね、なんのこっちゃよくわかんないね。と管を巻きつつ、本日の放送はここまでではないですね。忘れとった、別腹でこの先残したった、すいません、まだ終わりませんよ。はい、失礼いたしました。本日はこの北口にある今しょううどんそば営業中という、ね、締めの酔い覚ましをいただきます。はい、何らかの調査権と戦いが予想される動画です。今しょうそばさん入りまして、ちゃんぽん300円です。こちら、言うまでもそば麺うどん麺半玉ずつ入って300円ですよ。これが北陸のちゃんぽんだね。いただきましょう。そばはそば粉の香りちょっとする麺、うどんはサメ肌でだしだけを吸うするする麺、そしてこの薄い色だけども醤油味濃い、でもそれ以上にあの甘みが強いですね。なんかだし甘み強い、
花鳥の香りがします。何のこっちゃ。おはよう。高岡駅駅ビルの今庄そばさん北口ね、ちゃんぽん300円、3分半でいただきました。いただきましたっていうか飲んでないけどね、つゆね。3分半でつゆ飲んでないっておかしなぐらいスローモーだけど、酔っ払い飲んでね、お許しいただきたい。まあ命の危険を感じたっていうのはその状態です。というわけで本日の動画コメントさせていただきます。この後みんな見口のピンクに戻って寝るだけですね。どうやってか動画配信、これを今度が編集してから力つけなければ配信、力つければ寝る、明日の最新、そういうことになります。明日は今日行けなかったお店も含めて金沢カレー3店舗を回って、その後は待つのっていうことになってます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。